はい、速稼塾の久保です。昨日東京の方で、交通機関のね、電車のなんか故障があって、通常1時間ぐらいのルートのところを5時間ぐらい足止めを食らったっていうね、そんな報告をいただきました。しかしですね、マスコミは一切こういうことを報じてないですよね。もしかしたら東京ではこういったインフラの停止ってのがたびたび起こってんじゃないかなと思いますね。それこそ珍しいことだったら、こういうふうなね、数万人とか数十万人の足に影響するようなインフラの事故っていうのは報じられるはずなんですけどね。どうなってるんですかね。というところで、こんなエピソードを送っていただいた、その動画はね、概要欄に貼り付けておきますけども、思い出したことがあるんですよ。それは数年前のことなんですけども、コンビニのオーナーさんがね、東京の電車によく飛び込んで自殺をされてると。でも絶対にそれはマスコミで報じられることはないんだよっていうふうな、そんなセミナーを受けたことがあったんですよね。で、なぜかっていうと、コンビニっていうのはフランチャイズ契約ですよね。で、広告料を毎年50億円ぐらいマスコミの方に、テレビとかね、新聞の方に払ってるらしいんですよ。そういうふうな大口の取引先様の評判が落ちるようなことを報じれますかってことなんですよね。ここにやっぱりマスコミの闇があったり、報じない自由っていうのがあるわけですよね。国民は知る権利を持ってます。ただ知らせる報道機関というのは一般企業ですから、どの情報を発信してどの情報を発信しないかってことは選ぶことができるんですよね。だからインターネットで個人の情報発信がとっても貴重になってくるんではないかなと思います。今回のニュースも通常でしたら私などが知れることはないわけなんですよ。でも実際に投票にお住まいの方が動画を上げてくださったんで知ることができました。知る権利っていうのが満たされたわけですよね。ですんで私はテレビもほとんど見ないですし、それから新聞もね、見ないですしね、雑誌もあんまり見ないです。何を見るかっていうと、やっぱりね、個人情報ですよね。個人情報発信と言ってもいいですかね。個人の方が自分の大切だと思うことを発信してくださること、そこを検索した方がより自分の必要な情報にタッチできやすいんだろうなと思って、私の情報収集網ってのはそういうふうに個人からのもので出来上がってるんですよね。いわゆる大きくなりつつあるメディアとか広告料の入るメディアっていうのはどうしてもね、偏向報道にならざるを得ないんで、なるべくそこから離れてますね。そう考えていくと、最大のね、国内最大の広告料が入ったメディアっていうのはやっぱりテレビとか新聞とか雑誌になってくるわけですよ。で、個人の情報とかチャンネル登録のまだ少ない、収益化されてない、そういうふうなね、ツイッターですとか YouTube っていうのは私にとっては非常に重要な情報源になります。だからなんですよ。だからどの企業にも影響を受けてない、どんな忖度も働いてない、まだファンの少ない情報発信っていうのは非常に貴重な情報源になるっていうふうな捉え方もできるんですよね。そういったことも鑑みながら情報発信をね、これから YouTube などでしたいと思っている方は自分を鼓舞してみてはいかがでしょうか。私は本当にそう思ってますからね。それこそチャンネル登録が10人の方とかってむちゃくちゃ貴重な情報を発信してらっしゃるんですよ。それこそその人の目にしか見えないものが発信されている可能性があります。でもすでにですね、ファンが10万人100万人いるようなメディアっていうのは誰でも知ってることを知らせてるに過ぎないんですよね。私にとって興味のあるのは、もっともっと少数派、少数決、多数決に対して少数の人が決めたもの、こちらの方に興味が湧くなと思ってます。それでは失礼します。